バールバラ大陸とは、今からおよそ30億年ほど前の地球に存在したと考えられている安定超大陸である。このバールバラという名称は、現在はアフリカ大陸の南部にあるカープバールクラトンと、現在はオーストラリア大陸の西部にあるピルバラクラトンとから名前を取った造語である。このように命名されたのは、カープバールクラトンとピルバラクラトンを調査した結果、 現在は全く別々の場所に存在するこの二つのクラトンが30億年くらい前には隣接していた可能性が浮上したことを根拠にこのバールバラ大陸が存在したという仮説が提唱されたからであるバールバラ大陸は一説によるとだいい三36億年前に形成が始まり31億年前から28億年前くらいの 間に存在したのではないかと考えられている超大陸である。もっとも非常に古い時代のことなので、バールバラ大陸について確かなことはまだわかっていない。実は約19億年前に誕生したと考えられているルーナ大陸などもこれこそが地球上で最初の超大陸であったとも言われている。しかし、このバールバラ大陸こそが地球上で 最初の超大陸であったとも言われている。このように、研究者によっても意見が分かれている。さらに、大体の形状が推測されている、パンゲア大陸とは違って、バールバラ大陸はその形状なども定かではない。ただし、バールバラ大陸を構成していたと考えられている、クラトンは現存しており、それが、カープバールクラトンとピルバラクラトンである。カープバールクラトンの、 おおよその範囲を示した図。アフリカ大陸南部におけるクラトンのおおよその位置を示した図。カープバールクラトンは南東に位置している。一方のカープバールクラトンは現在のアフリカ大陸の南部に存在し、ここの一部地域の地殻を形成している。オーストラリアの生物地理学的暫定地域区分におけるピルバラの範囲。 ピルバラクラトンのおおよその位置と重なるが範囲が一致するものではない。他方のピルバラクラトンは現在のオーストラリア大陸の西部に存在し西オーストラリア州の北部の一部の地殻を形成している。このようにこの二つのクラトンは今でこそ二つの大陸に分かれて存在しているもののバールバラ大陸が存在していた時代には この二つのクラトンがくっついていたと考えられている。そう考える根拠としては、次のようなものが挙げられる。このように、この二つのクラトンについては、クラトンが現存しているために、ある程度のことは分かっているのだが、バールバラ大陸の全体像は、よく分かっていない。バールバラ大陸は、31億年前から28億年前くらいの、 間に存在したのではないかと考えられているところで、地球上の超大陸の形成と分裂には、地質学的な時間スケールで見た場合に、周期性があるのではないかという考え方が存在し、それは、ウィルソンサイクルと呼ばれる。それによれば、大陸を乗せたプレートは、集合し衝突し分裂するということを周期的に繰り返しているとされる。大陸を形成する地角は、 海洋を形成する地殻よりも寿命が長い。海洋の地殻は海嶺で生成されても大陸を形成する地殻と比べて比重が重いためにいずれ海溝からマントルの中に沈み込んで消滅してしまうが大陸の地殻は比重が軽いためにいつまでもマントルの上に浮いている傾向にあるのでこのような寿命の差が生ずる。 このため、大陸を形成する地殻は常に陸地を形成しやすい状態にあるのである。さらに、クラトンは他の大陸を形成する地殻と一緒になって、しばしば大陸を形成する。ウィルソンサイクルの考え方のよれば、このようなクラトンを含んだ大陸地殻がある時期には超大陸を形成し、その超大陸もいずれ分裂、離散し、 再び超大陸を形成するとされている。地球におけるこの超大陸の形成と分裂の周期は約4億5000万年と考えられている。先にバールバラ大陸が31億年前から28億年前くらいの間に存在していたとあるが、この間ずっとバールバラ大陸が存在していたというのは現在のウィルソンサイクルの周期を見ると考えにくい。さらに、 バールバラ大陸がいつ頃に分裂を始めたかについてもよくわかっていない。ただし、地知識学的な調査の結果、カープバールクラトンとピルバラクラトンとが共に2度30度にあった時、27億8000万年前から27億7000万年前には分離していたと考えられるので、28億年前頃には少なくともこの2つのクラトンについては分離しただろうとされている。 しかし、これはあくまで、カープバールクラトンとピルバラクラトンとの関係に過ぎず、バールバラ大陸全体についての話ではないことに、注意が必要である。つまり、バールバラ大陸がいつ存在した大陸であったのかは、まだよくわかっていないのである。バールバラ大陸は、存在したであろうことが推定されているだけの、仮説上での大陸でしかない。イジェクタ層とは、隕石が、 地球に衝突した時に飛散した物質が降り積もって、できた地層のこと。なおカタカナ表記では、エジェクタ層と表記される場合もある。一見、ただの地層に見えるのだが、このエジェクタ層にはいくつかの特徴が存在する。例えば、地球の表面付近にイリジウムなどの比重の重い、元素はほとんど含まれないが、 このイジェクタ層にはしばしばイリジウムが比較的豊富に含まれることがあるなど元素の存在比に特徴があったりする。また例えば一見火山灰が堆積したような地層に見えることがあっても明らかに衝撃を受けて飛散したと見られる粒子が含まれていたりすることがあるなど地層を構成する粒子にも特徴があったりする。ちなみに恐竜が絶滅した頃の地層に存在する。 イジェクタ層は有名であり、これが、恐竜の絶滅の原因が、隕石衝突によるものだったという説の根拠の一つとなっている。ABCD、スーパーコンティネンツ ENOTES.com、サイエンス、P1、P2ABCD、ゼガーズ、テオカンポ、A、バルバラテクトニックエフェクツオブ、A メガインパクトインザーリーアルカオン3470マ、P1、 川上真一、東条文字、図解入門最新地球史がよくわかる本 P153、週話システム2006年3月15日、発行 ISBN4 から 798012602E バイリー、ゲイリー・アール、ロー、ドナルド・アール・ウッドン、ヨゼフ・エル、シュエ、ジュギャング。アン・アルカオン・インパクト・レイヤー from ・フロム・ザ。 ピルバラカープバルクリタンズサイエンス2971325から7ドイ10.1126サイエンス1073934プミド 12193781AB アラクセンジョンクレーターズキャバーンズキャニオンズデルビングビニースザアース S サーフェース P27ISBN0 から816025908ロー ドナルド・アール・バイリー、ケイリー・アール、アーリー・アルカオン・シリケート・スフェラルズ・オブ・プロバブル、インパクト・オリジン。サウス、アフリカ・アンド・ウエスタン・オーストラリア・ジオロジー14、83、ドイ、10.1130,0091から76万1314、83、イージ・サップ2.0、CO ニアラクセン、ジョン。クレーターズ、キャバーンズ・キャニオンズ、デルビング・ビニース・ザ・アース。 S-Sarf SP90 ISBN 0-816025908パレオジオグラフィーパレオジオロジーパレオクライメートインリレーション2エボリューションオブライフオンアース P2 ポステッド12 30 2008アット11時58分 PM ありがとうございます